激アツオ。激激アツオ。ナミネ。あ、ナミネ。出会った。あのさ、俺の大切な人ってナミネじゃない？うん。空の大切な人はずっと一緒だったのは私じゃなくてあの人。でもあの子誰なんだ？名前出てこないんだ。一番大切だったらなんで思い出せないんだろう。それは私が空の記憶を。代わりに俺が教えてやる。わあ。簡単なことさ。4回目レッドカードですよ。お前の記憶がデタラメなんだ。ナミネを守るのはお前じゃなくて俺なのに。あ、リクも勝手に踏み込んできたんだ。リクも操られてる。この BGM はソラ、もう何回目だよ。もう分からせるわ。もう分からんやっちゃうな。あ、待って、右腕になんかオーラまとってる。左腕か。お、なんだそれ。それやめろよ。あと半分。あら、それいったー。わー、いったー。分からんやっちゃうな。っしゃー、いったー。4度目の正直かな。おっしゃー。いや、負けるかと思った。え、これヒットポイントだよね。もうプレミアカードでどんどん下げてって。よし、リクゲットした。もう終わりやな、リクとは。よし、強かった。デッキが強い。あ、12階出口ホール、ナミネに話しかける。あ、そら、リクおるやん。おい、どうした、リク。リク、かかったな。トラップカード。リク、俺の勝ちだな。ずるい。今日もう4回巻き取るから。ダメ、消えろ偽物。やめて。リク、リク、リク、ナミネがやったのか。リクに何したんだ。要するにそいつの心はぶっ壊されたのよ。心が壊れた。じゃあリクはどうなるんだよ。何慌ててんのよ。リクのことなら何にも心配いらないわ。だってこいつはリクじゃないもん。リクだけどリクじゃない。どういう意味だ。種明かししてほしい、してほしい。どうしよっかな。ふざけるな。いいわ、じゃあ種明かし。あんた大丈夫ですか。大丈夫だよ。あんた真実を知った方が苦しむから教えてあげる。そこに転がってるのはビクセンがこしらえたただのおもちゃ、人形なのよ。ね、笑っちゃうでしょ。あんたを偽物って呼んだそいつの方が偽物ってわけ。このリクが偽物。体も心も記憶もね、作りたての偽物だから過去なんかあるはずないでしょ。だからナミネとの思い出を心に植え付けてやったわけ。おお。つまりそいつがムキになって守ろうとしたのは、救急車ですよ、タンさん。何から何まで嘘の思い出だったのよ。面白くなってきたね。これで正解でしょ。ナミネの能力えぐない。えぐい。あんたって可愛い顔してひどいことするわよね。ナミネ、笑っちゃうわ。まだわからないの。それがナミネの能力なのよ。人の心に踏み込んで記憶をいじり、ありもしない思い出を好き勝手に描いちゃうの。やばいよ。やばいよ
ね。あんたが守ろうとしたナミネはね、嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ。なら俺の記憶も思い出もえぐいっすよね。そういうこと。そう、全部嘘嘘。ナミネとの思い出も全部幻。幻なんて違う。記憶の鎖であんたを縛って誘い込む罠だったのよ。あんたってスカッとするほど簡単に引っかかってくれたわ。怖くね、その能力。もう少しでうまくいったのにね。キーブレードの勇者を私たちの操り人形にするチャンスだったのにさ。アクセルのやつ、ナミネの勝手を許すなんてね。こうなったらマジであんたを消すしかなくなっちゃったわ。こいつ待って。はあ、何のつもり。えぐいっすよね。空を守りたいってわけ。記憶を全部書き換える。あんたおかしいわ。空の記憶をいじって追い詰めたのはあんたでしょ。でも悪いけど私今ものすっごく機嫌が悪いのよね。あんたのせいで計画が台無しよ。言うキャラ合うよね、この声優さん。ナミネ何心配してるわけ。あんたとナミネは赤の他人でしょう。そうよ。かもな。だけど俺約束した。はあ？そうだ、ナミネを守るって約束したんだ。バカだよ、そらもう。嘘だったとしても約束はまだ俺の胸にある。もう戦いたくないよ。楽しいな。だから守るんだ。ここ笑うとこ。そんな約束存在しない幻よ。全部あんたの思い込みなの。なのに一人で勇者ごっこ。まあいいわ、そこまで言うなら一人で消えちゃいな。あー、連戦だ。お、来た。来た、お前ら。うわー、ナルド、ルフィ、来てくれたのか。そりゃそうだよ、ソラが失敗だもの。これ熱い。僕たちだってソラを守るって決めてるからね。あ、こんばんは。一人になんかさせないよ。僕たちずっと三人で旅してきたんだから。ラクシーにこれ戦う感じ。鳥肌立った。すごいよね。いいよね。一人を消すより三人を消す方がずっと楽しいわ。うわー、連戦かよ、リクト。これ負けたらやばない。何かすればリクからじゃない。ちゃんと言ってんじゃない。マジか。負けたくない。よっしゃー、乗ってんね今日俺。すげえよ、負けてないよ。よっしゃ、指がポキポキ鳴る。なんかお疲れ様でーす。よし、ぶっちゃがり乗ってる。残念だったな、ラクシーヌ。何よ、なんで私があんたなんかに負けるわけ。私が消える、そんなことあるはずが。認められるわけが。この人は何番？明かされてないね。そうだね。君がナミネだよね。アクセルリア先輩。僕らは空の友達で。グーフィーさんとドナルドさん。なんや、もう知ってるや。おめでとう、空。大事な友達が見つかって本当によかったね。どこから説明すれば。ナミネさん、
すまないが事情を聞かせてくれないかね。取り調べ。話しにくいとは思うんだが。いいんです。私がやったことだから。マールーシャさん気づいたらマジギレだよね。空の心に焼き付いた大切な人との思い出を私が作った嘘の記憶に少しずつすり替えたの。じゃあ空との約束も全部私の嘘。空は私に約束なんてしてない。私が島にいたというのも嘘。今まで会ったこともなかった。やばいよね。私は空の友達じゃなかったし、本当に大切な人でも怖いよね。やばいよね。君の本当の思い出には私なんて存在しない。私たちの記憶がなくなったのも切れない。わらわらわら。ナミネさんの力というわけか。元に戻す方法はあるのかな。今すぐは無理だけど。13階に行けば直せます。ちなみに次が13階です。でもマールーシャがそいつに命令されて空や私たちの記憶を変えたというわけだね。言うことを聞かないといつまでも城に閉じ込めるって。私ずっと一人だったから。寂しくて言うことを聞いちゃったんだね。ごめんなさい。やめろよ、そんな顔するなって。うん、私には泣く資格なんてなかったね。そうじゃなくて、え、いやそれ優しすぎる。そりゃあさ、俺の記憶勝手にいじってふざけるなって思うよ。でもなんていうか、今は本気で怒る気になれないんだよな。ナミネが作った記憶、頭では嘘だって分かったけど、まだ心に焼き付いてる。あの約束のこともだ。ナミネが泣かないように守るって約束した思い出、残ってるんだ。悪い女に捕まるタイプやで。なのにそんな顔されるとなんか俺が泣かせたみたいで困っちゃうんだよな。だから今はいい。記憶が元に戻るまでは泣いたり謝ったりするより笑ってくれた方が嬉しいんだ。ソラ、お人よし。不安より優しくない？そうかな。ソラって女の子の前だといつもこんな感じだよ。うるさいな。どうしてそういうことばっか覚えてるんだよ。ちょっと大事な友達じゃあるよ。いやー、仲いい。あっ、あっ、たくも。CV 上。あっ、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 その顔、思い出と同じなんだよな。そんなことないって、思い出とかないから。そう感じるのも、幻の記憶のせいなんだろうけど、ナミネが笑って嬉しいって気持ちは、自分のこと好きにするからな。ありがとう。じゃあ、行こうか。よーし、僕たちの記憶を取り戻そう。マルシャが待ち構えているなら、ナミネはここに残った方がいいね。ついに来た。うん、リクの面倒を見ててくれ。終わったら呼びに来るから。分かった。目カッピライトル伸びてやがる。あ、かわいい。グーフィーかわいい。気をつけてね、ソラ。大丈夫だよ、約束する。